はい、サガビジネスカップということでね、やっていきたいと思います。秘密結社ペガムソ水発注でございます。こちらサガの6でスタート 1400m 牝馬の重賞ということでね、今週はね、地方競馬3重賞、なかなか盛り上がっていくところなんですけれども、そんなわけでこういった形でいきたいと思います。軸は11番パールプレミア。姫路でね、前走重賞勝ってる馬、外からね、うまく先行できればみたいなことになってしまいますが、やっぱ佐賀とのレベルとかって考えたときに、やっぱり姫路でね、前走重賞勝ってる、競合で重賞勝ってるっていうのはプラス要素なのかなというふうには思っています。そして2番の栗の女神エース、こっちもね、なかなかですよね。ただ重賞に限れば、4戦連続3着ということでね、その後のね、一般戦連勝という勢いには期待をしたいところですが、重賞でということになってくると紐までの扱いかなというふうに思います。そして3番のジュランビル、持ち時計的にはね、一番いいのかなという感じなのは、南関東のレベルの評価が高いからであって、そこでね、負けてきているというあたりは若干評価が低くなってしまうのかなというふうに思います。そして5番ミスカゴシマ、ここ数戦はね、佐賀の重賞でもちょっと負けが込んできてる感じがして、ちょっとババアになってきたかなというところなんですが、佐賀のね、地元代表という意味では、ここでは期待をしていきたいと思います。そして9番のスーパースナッズ、この馬もね、前走佐賀で重賞4着と、地元勢の中では、金層ね、好調な部類かなということで入れておいて、今回もね、こういった形で、地方重賞が大体やっていくと。いう感じでいきたいと思います。そんなわけで、本日の JRAG1 皐月賞はメインチャンネルフェガム TV の方でね、予想上がっていますので、その他もろもろはこちらのチャンネルでということでね、それぞれチャンネル登録とよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。